私の顔を見て、うん、私はふるさとの近くではダメな人間だし、うん、遠くにいた方が活躍できる顔らしい、うん、そんなのあんの、ね、何者そのお茶屋のおじちゃん、おじちゃん、おじちゃん、すごいじゃん。そう、なんでわかんのって聞いたら、うん、お客さんいっぱい来る、話聞く、わかる、うん、え、本当に、うん、え、私の運命の人どこって聞いた。そう、私他にもなんかわかることあるって聞いたら、うん、もうわからんないもんそんだけそんだけなんだ。それだけはわかるらしい。それなんかさ、遠回しなナンパなんじゃない？え、どういうこと？あ、ね、近くいるダメ、うん、滋賀ダメ、東京ダメ、うん、台湾グッドって。そうだったのかな。私のここグッドって。ふるさとから遠いグッド。私のここグッド。いやでも本当にね、いいご主人だから。すごいよね。そういう意味じゃないと思うんだけど、言われた。うん、クルミは人形いた。でけえの。あんなサイズのクルミいたらね。逆にさ、頭かち割れそうなぐらいのサイズだったよね、今。怖い。すごかったよ。目笑ってなかったもん。やだー。やばい。私はお母さんだったらさ、子供にさ、あそこに連れてくよって言われて。やだー。頭割らないでって言って。泣いちゃうよ。床から歩いてたらさ、なんか壁側にこういろんな写真が飾ってある建物があって、なんだろうと思って買ってみたら、納豆劇場って書いてあった。納豆劇場、納豆の歴史かなんかみたいな、そういう資料館かと思ったら、演劇の劇場が主役、主演はネバール君。ネパール君では特になく、なんか本当に段々になった客席で、その舞台の写真とかもたくさん飾ってあって、なんか1ヶ月ごとに声が変わるのか、1ヶ月不定期でやってるのか分かんないけど、本当にそこでなんだろうね、劇団がそこの建物でやるみたいな。なぜ納豆、本当だね、なんでやろうね、うん、納豆ってこっちじゃちょっと別の意味なのかな、もしかしたら分からん、すっごい気になってしまって、正面見て納豆豆だもんね。そう、豆を冷めてる。納豆はスーパー行ってこれ見た。いや私納豆嫌いだから見ないよね。あ、確かにね、目に入れたくないからね。確かに、スッて視界に入ってもしかしたら自動モザイクかかってるかもしれない。そう、その可能性ある。ピピピピピッって間違ってさ、ここはダメって言って、そうそう、ピン合わないから。そうっていう。もう先輩気付けや。もう安易にタクシー使ったらえらいことあるから。この感覚でさ、使ってるからさ、タクシーをね。まずいね。この間お茶の水からさ、家に帰ろうと思った時に、なんか、あ、なんかめんどくさいし、なんかタクるか、乗り換え。乗り換えめんどくさいってなんか。で、まあ、じゃあ新お茶からタクるかと思って乗ったんだけど、なんか1500円ぐらい請求されて、はっと思って、え、1500円みたいな。うまいね。だったら電車乗ったし、みたいな感じだったって。その一時期ちょっと感覚が。台湾だったらね、1500円も払えばむちゃくちゃ遠くに、むちゃくちゃ遠くに行ける。行ける。びっくりです。新宿代々木間で安易に使い始めたこと。それはな、なんなら歩けるぐらいも。そう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 。いや、あの TMC から事務所っていうのが微妙でさ。ああ、そうね。そう、安易に使い始めて、あれって。高いよ。台湾感覚だと75元ぐらいだよね。全然普通だ。だって電車だったらさ130円、とかじゃん、あれみたいな。やらかしてますが、台湾帰国後はちょっと気をつけないといけない。何せタクシーって楽なんだなって思ってさ。本当だね、もう行きたいんだ。
てた、なんか近くの不動産屋さんがなんか車をなんかどこに止めてるんですかみたいな話した時に、うん、自分家の自分家とか自分のとこの事務所の近くはなんか5万とかするから、うん、その1駅先のさらにちょっと歩いたところに駐車場借りてきて、でそこだと3万5千らしいの、うん、まあ確かになと思って、うん、でもさもう車使いたいぐらいって多いのよそう、本末転倒の感じする。1万5千払ってでも近くにした方がいいんじゃないかなと思っちゃったよ ね、うんうん、にしても5万高いけどね。高い、あびっくりしたわ、家賃だわ、うん、そうなのよ、ワンルーム住めんじゃんみたいな、うん、中にね、ワンルーム借りそうに車詰め込みたいぐらい本当だよね。なんでのこの野ざらしのさ、そうそうそう、心に笑うんじゃんって、ね、すごいよ。金持ちの持ち物なんだな。土地って ね、でもあのお家の近くの空いてた土地もどんどん駐車場になってきた。そうなん、儲かるからだったな。やっぱ、いや儲かるよ駐車場は。すごいんだよ。うん、神社の空港です。共有財布マジ便利だったね。便利だった。これ絶対やるべきだね。はい。OK! OK! 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 あなたのスマホ？いや特に落とした音はしてない。なら、ポケットとかじゃないよ。ポケットないんやから。記憶呼び起こして。欲しい、欲しい。もしかしたら僕に置いてあるかもしれない。